皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は提督の決断法パープキットドイツ軍プレイ続きをやっていきたいと思います。前回シンガポール、ここに進行したんですが、まあ、雨という悪天候の影響もあり、ここを攻略することができなかったので、今回こそなんとかねここを攻略していきたいなというふうに思っています。でその前に、まあ前回の戦い、あるいは前々回の戦いでもそうだったんですが、空母メインにした艦隊であればあるほど、夜間だったり、雨だったりっていった時に戦力が大幅にダウンするという傾向が強いので、ようやく兵器開発で2つ、夜間型航空機が開発できるようになりましたので、まずこれを最優先でやっていきましょう。で、一応新型のね、航空機の機体、これも入れちゃいましょう。で、あと技術開発、ちょっと今回お金が全くないので薄く入れていきます。で、超活動はシンガポール、青までレベル足しているので、レベル3まで足しているので一旦このままにしましょう。で、やっぱり空母変調型の艦隊編成だと苦戦するというのが、まあ、如実になりつつあるという現状を、まあ、鑑みてですね、今回はこの H 型の戦艦をベースに設計をしていきましょう。戦艦をね一隻建造するということです。で、速力を27まで落として、代わりに主砲を48インチ砲に変えましょう。で、これを増やします。で、まあ、魚雷は載せられないので複砲なんですが、2連装の3連装に変えますか。後部はなしでいいかな。で、手法をちょっともう一度確認する。全部3連装に変えよう。3連装、4連装。全部は2連装、3連装。これでだいぶ攻撃力は増すでしょう。で、肝心の奇襲ね、これちょっと増やします。で、降格砲も数を増やして、まあ、A まではやっぱ基準として持っていきたいですよね。で、あとは、不沈艦として作り上げていきたいので、耐久を思い切って、マックス値まで上げていきましょう。開発費が足りないということになったので、こんな感じのものを、次のターン、開発費用入ってきたら、作りましょうと。開発しましょう、設計しましょうというところになりますね。なので今回はちょっとお金を貯めましょう。で、艦隊の方なんですが、インド洋に撤退している艦隊、これがどうだ、傷ついている艦艇はいないので、すぐにでも出撃は可能かな。第三艦隊のところで戦艦が、まあ一隻撃沈されているので、イタリア軍の艦隊から一隻引き抜きましょう、戦艦を。これでどうだ、いいですね。で、戦艦のところには提督を乗せておきたいな。提督レーダー、さらに正規空母、ここにも提督乗せられる人がいれば乗せたいけど、提督の数少ないんですよね、ドイツってそもそもね。なのでちょっと苦戦かな。航空機のすり減りはほとんどないですね。そもそも出撃ができなかったので、前回雨のせいで。なのでマラカ海峡へと艦隊を進めていきます。で、あとはバルト海で新しく潜水艦隊が、できているので、この潜水艦隊を新規編成で第15艦隊という形で入れていきましょう。で、この艦隊を、まあ、防衛が
厳しくなってきているジブラルタルへと派遣していきます。ジブラルタルがね、今イギリス軍の攻撃にさらされているという状況なので、そこをしっかり対応するためのこの新しい潜水艦隊の投入というところになりますね。夜明けとともに出撃します。でちょっと今回は本当に自分で操舵をしていく必要があるかなというふうに思ってます。特に第3艦隊砲撃艦隊の方ですね。で、揚陸艦をちょっと引き抜きます。で、残りの艦艇は委任に変えちゃいましょう。あとは敵の艦隊がどれくらいいるかですね。攻撃隊が飛び立てば飛び立ちますね。先に第3艦隊の正規空母1隻から爆撃機が飛びましたというところです。先にあっちを狙うんだな。マレー半島の先っちょ、まさにシンガポール、ここを攻略する気ですね彼らは。でまたここで雨なんだよね。雨が降ってくると帰っちゃうからね、せっかく飛んだ爆撃機が。ここがね、なかなか辛いとこなんですよね。さあ、揚陸艦はじゃあ一旦こちらの方で待機させましょう。で雨が止んで攻撃機が発艦して、ある程度飛行場にダメージを与えたら、この揚陸隊を送って基地の占領という形に持ち込めればいいかなというふうに思います。それにしても雨多いね、シンガポールは。以前シンガポール遊びに行った時はちょうどマーライオンパークにマーライオンモーデに行ったんですけど、本当に雨と晴れの境目がわかる、くっきりわかるぐらい本当にはっきりした天気だったんですけど、雨のこうカーテンっていうんですかね、4、50メーター先まで雨が迫っているっていうのが分かって、この走ってね、その屋根のあるところまで後退した記憶が今でもよく覚えてるんですけど、まあ、それくらいやっぱりシンガポールはね、雨が多かったり、まあ、いわゆるスコールですよね。まあ、日本でいうゲリラ豪雨的なものが頻繁に、まあ、1日にやっぱり2度3度とあるような気候なんで、遊びに行くときはそれなりの装備というか、それなりの覚悟というかいうものはね、もちろん必要になってくるのかなとは思います。ここ先にこのシンガポールの飛行場の方が先に潰されたな。これ一瞬で終わるぞ。早々にこの揚陸艦部隊が活躍する間もなく終わってしまう。一刻も早く攻撃機を
飛ばしてもらって、まあ、爆撃機を飛ばしてもらって、その間に耐えるしかないかな。飛行場からしかも飛んでこないね。何なんだろう。さあ揚陸隊が出てますが、攻撃機、爆撃機が飛んでこないとちょっと危ないな。今のところ爆撃機がまだ発艦する状態にはなさそうですね。いやー、これは揚陸艦が沈められるな。お、なんとか爆撃機の攻撃をかいくぐってはくれたけど、さあどうだ、攻撃機は飛ばないか。飛ばなそうだな。どうした、飛んでほしいけど距離が足りないんだな。団子になっちゃってるけどね。どうなの、間に合わないよね。これちょっとまたやっちまったな。タイミング悪いですね。これ夜になっちゃったんで、爆撃機飛んでこないんで、この揚陸艦から出た、陸戦隊だけで、この機種の制圧は難しいので。まあ、夜明けを待って、シンガポールの最後の飛行場に攻撃隊を出すしかないですね。爆撃機を。あとは敵の艦隊がいないのかどうかっていうところもちょっと気になるけど、敵の艦隊、せっかく参戦艦隊が識別できるスパイレベル3青まで入れてたので見ればよかったですね。夜明けとともに雨だよ。これで前回ね、シンガポール攻略しきれなかったので、今回何としてもこのシンガポール攻略終わらせたいよね。まあ、まだ2日目というのはありますが、もうお昼なんで、時間を見るとね、右の方に。うん、敵の艦隊はいなかったという状況ですね。で、航空対空レーダー2が確認できるようになってます、製造できるようになってますというところですね。じゃあインド洋に入っていた艦隊、これ一つ先のマラッカ、シンガポールまで進めちゃいましょうというところと、あと忘れないうちにね、シンガポールに基地建設を行いましょう。もう本当に残念ですけど、占領じゃなくて攻撃しちゃったんで、飛行場をシンガポールに建てざるを得ないという状況です。で、あとはさっき建造がしきれなかったものも、まあ設計かな、しきれなかったところに設計をしっかり入れていきましょう。じゃあそれって何っていうところは、さっきの H 型の戦艦ですね、これを改造したものです。今後の戦いを睨んだ場合、どうしても新しい戦力がね、必要にはなってきますからね。
H 型の戦艦だってるよね。はい。じゃあ、あ、でも他にもいるっちゃいるんだよな。建造上限8951。ドイツの戦艦 K に。まあでも見た目ほとんど変わらないのかな。船体走行50。もうこの辺まで来ると何ら変わらないからね、はっきり言って。何をベースにするかっていうのはもはや関係がないので、まあ見た目だけの問題だな。見た目で言うとやっぱビスマルク型かっこいいんだけど、今回はリットリオ型、いやちょっとリットリオ型はないな、イタリア製ヘルゴランド、あとはデアーグロッセ。デアーグロッセとヘラグロランドはちょっとごめんなさい、ドイツの戦艦艦艇、全く知識がないんですけど、姉妹艦ですかね。見た目は全く変わらないですね。じゃあ今回はヘルゴランドベースにしますか。まず手法、全部4連装、3連装4連装かな。主砲はもちろん大口径48インチ砲で、後部が3連装2連装にします。でこれそれぞれご覧のように配備していきますと。で、副砲は、まあ、どうだろう、15.5 インチ砲とかでいいかな。まあ、大したもの積んどく必要はないかなという印象なので、これでいいでしょう。で、航空機の数は、まあ、10機ぐらい乗ってりゃいいかなっていうところと、27キロ出ればいいでしょう。問題は、降下砲だ。2連装を12門、機銃は120ぐらいまでは積みましょう。で、こっからよ、基本マックス値を見て、そっから考えていきます。さあ、これだと全く足りなくなってるんで、何を減らすかですが、まずは、全体的に1割ほど削減していきましょう。それで、まあ、現実的に取り得る上限、これの見極めをしていきますか。こっからさらに1000近く鉄の量を減らさなきゃいけないということだな。まずは航空機の数を少し減らしますと。いやでも建造資金が1万かかるってのもちょっと化け物だなっていう感じはするけどね。手法をちょっとじゃあ減らす。後部は2連装にして、なしにしましょう。これでどう。まだ足りない、あとちょっと。あとちょっとはじゃあ、降下砲の数を減らしますか。これでどう ?9、8。いやー、降下砲の数はでもこのまましたよね。機銃の数減らしてもほとんど影響ないんで、降下砲を減らして機銃を123門にする。これでどう ?H2 にしよう。H2 ロケットとかありますけど、まあ H2 にします。H2 って言うと全然違う話になっちゃいますけど、漫画のね、H2 は読みましたけどね、やっぱ僕はタッチ派ですね、タッチ派。輸送船の数は、そうだな、ちょっと作っておいて、まあ、シンガポールでね、確保できなかったんで、輸送船を。
で、Java を今度はじゃあ攻略の目標にしていく形ですかね。マレー沖は日本軍が占拠済みなので、Java 沖が攻略目標になるかなというところです。では、今回はここまでにさせていただいて、次回以降は、Java に入り、セレベス。さらには、レイテに入って、南シナ海を抑えるという形で、最終的には、イギリス軍、もはや最後の拠点となっている、このオーストラリア、ここを目標に、進軍を続けていきたいな、というふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。